この映像を撮るのに、ほとんどの人が持っているものが使われていますが、何だと思いますか？ちなみに、光源は LED です。では、答えを見てみましょう。答えはスマホです。映っているのは iPhone 13ですが、機種は何でも良いです。LED の光をスマホに当て、反射した光をカメラで撮影しています。物理現象としては、反射型の回折格子による干渉模様です。光を反射するものが規則正しく並んでいたら、反射型の回折格子になります。スマホのディスプレイは赤、緑、青の光る素子が規則正しく並んでいるので、回折格子となるのです。光源は LED のような天井の光源が良いのですが、太陽でもできなくはありません。最後に、これこそ回折格子の干渉模様というものをお見せします。スマホのディスプレイにレーザーポインターの光を当て、反射光を壁に投影します。ディスプレイが鏡のような反射をするだけなら、明るい点が1点だけ映るはずですが、干渉模様が見えます。ラウエ斑点から結晶構造がわかるように、この干渉模様からディスプレイの素子がどのような間隔でどのように並んでいるかを知ることができます。